キーを届けに。ネズミのチュータはママが焼いたクッキーを届けに、おばあちゃんの家へと向かっていました。すると、いたずら猫のニャースケがクッキーのかごをひょいっと取り上げて逃げていってしまいました。返してもらいたかったらこっちまでおいで。返してよ。チュータは急いで追いかけますが、なかなか追いつけません。ニャースケは追いかけてくるチュータがおかしくてたまりませんでした。しかし、ニャースケが後ろを振り返りながら笑っていたその時です。ポーンとカゴが空を飛び、クッキーが地面に散らばると、全部割れてしまったのです。おばあちゃんにあげるクッキーが。チュータは大きな声で泣きました。ニャースケは割れたクッキーをカゴへ詰め直すと、ごめんね、と謝りました。チュータは小さくうなずくと、泣きながらとぼとぼとおばあちゃんの家へと向かいました。ニャースケも涙をポロポロこぼしながら、後ろをついていきます。おばあちゃんの家へとついたチュータ。おばあちゃんの顔を見るなり、また大きな声で泣きました。それを見た後ろのニャースケも、大きな声で泣き出します。おばあちゃんのクッキーが割れちゃったの。チュータのおばあちゃん、ごめんなさい。僕のせいなんだ。おばあちゃんは、チュータもニャースケも、ぎゅーっと抱きしめました。大丈夫、大丈夫。クッキーがなくたって、チュータにもお友達にも会えたことが、一番嬉しいんだから。チュータとニャースケは、さっきよりも大きい声で泣きました。家の中へ入ると、さて、せっかくだから、みんなで一緒に作ろうか。そう言うと、おばあちゃんはクッキーの材料を出してきました。チュータもニャースケも、まぜまぜこねこね、一緒にクッキーを作ります。おいしいクッキーが出来上がる頃には、すっかり笑顔になりました。おばあちゃんと一緒に、おいしく食べたチュータとニャースケは、今度は仲良く、家までクッキーを持って帰りました。おしまい。お話は面白かったぶ。チューブとお友達になってくれたら、絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達になってぶ。これからも楽しい絵本をたくさん作るから、グッドボタン。